でここで大きく話を戻しますけども、はい、社会は恐怖によって、うん、恐れによって作られてるっていう話でしたけども、はい、じゃあ生きていくにはもう恐れと付き合うしかない、うんうん、でも恐れと付き合っていてその恐れに振り回されてると自分を責めたり苦しめたり辛い目に遭わせたりとかすることになるんですけど、はい、その恐れと上手に付き合う方法って何かありますか？なるほどですね。基本的に恐れがベースになるとこう何々しなければならないっていう、やっぱりこの自分を鞭打つことっていうのは極端にやっぱり多くなると思うんですよね。で、ただし社会全般は恐れであるんで、一回恐れはやっぱり生まれるわけですよ。それが生まれた時に自分がやっぱり見直す、自分自身の先ほど自分どのぐらい責めてるのかっていうのを自分の気持ちの中で確認するっていうことが大切なのと同じように、その恐れを受けた時に自分自身でそれを愛からの動機でできないだろうかとか、うん、愛からの動機でそれを行動を捉えたらどういうふうに捉えられるんだろうか、どういう行動をしていくとそれが愛に変わっていくんだろうか、うん、っていうふうなのを自分自身でこう見てあげる、うん、でその結果自分がどうしたいのかな、こうしたいのかな、こういうふうなのやってみたいなっていうふうな、そのウォントですよね、無知打つんじゃなくて欲求の方で、うん、の方が本当に湧いてきたら、その欲求に基づいて自分を動かすっていうふうな、この自分のこうフィルターを一回通すときに、それだけのこう内観をして反応的な人生ではなくて、条件反射的な人生ではなくて、一回このフィルター通すと恐れが愛に変わって出てくるみたいな、うん、そういう循環機能のその一つのブースにこの人間がなっているっていう風なことになると、その人は幸福力高いなと思いますし、その人はきっと幸運を引き寄せるだろうなと思いますし、こう人が味方してくれたりとか、分かち合う喜びが生まれたりとか、物事がうまく進んだりとか、経済的に豊かになったりとかっていうことが結果的につながってくるっていう、そういうパイプにまたはフィルターになっちゃいましょう。じゃあその恐れがあることを否定せずに受け入れて、じゃあなんでこんな恐れがあるのかっていうふうに考えてた方がいいという、そういうことですね、うん、社会自体はそういうふうにできてるのは現実なんで、うん、まあそういうもんなんだなと。でそれを捉えた時に、自分はその恐れを前提に生きていくのか、それとも愛を前提に生きていくのかっていう選択の自由は許されてる、うん、愛に生きるってことですね。